俺の名前はレッドライオン徹、40歳。これまで20年以上パチスロを狂ったように打ち、自分の時間のほとんどを捧げてきた必須のスロッターだ。今日もまたいつものようにホールの扉を開ける。俺が学生の頃、日々使える時間にある程度余裕があったため、パチスロで勝つためにいろいろな立ち回りをしていた。熱いイベントに前日から並んでみたり、店の傾向を分析して良さげな台を狙ってみたり、低設定でも技術介入で勝てる台を打ち続けたり、夜に高設定の止め台を探して打ったり、本当にたくさんのことを実践し攻略していた。ただそれはもう20年ほど前のこと。当時は今と違い、台にデータカウンターがそもそもついていなかったり、ビッグ回数だけしか表示されなかったり、前日以前のデータがわからなかったりなどなど、設備面では今と比較すると十分とは言えない店が多くあり、そのため日々の情報収集や仲間との連携が重要になっていた。そんな理由もあり、当時は俺を含めた常時3人のレギュラーメンバーとその他 2,3 人のサブメンバーで結成したグループで行動を共にすることが多かった。決まって前日の夜にそれぞれが持ち寄った情報をもとに次の日にどこで何を打つかを下打ち合わせする。当時は開店まで並ぶところまでは一緒。その後それぞれが決めた狙い台を各々が打ち、昼休憩や閉店後に合流、そこで情報交換をするといったのが通常パターン。いい台に巡り合えなかった場合は他店で戦いそうな台を探したり、足しになりそうな情報を調査したりする。そして通常パターンともう一つ、いいイベントがあったりその時の会話の盛り上がりなどによっては乗り打ちをすることも多くあった。乗り打ちとは数人で一緒にパチスロを打ち、それぞれの収支を合算して人数分で割るというもので、言ってみれば運命共同体みたいなものである。このシステムでは大負けしにくい分大勝ちもしにくく、自分が大きな出玉を出しても結局最終的には折半になるといったいわばメリットデメリットがあった。そこで俺たちのグループでは独自のルールを決め、たとえ勝っても負けても乗り打ちを楽しめるようにしていた。そのルールとは、1、その日1番目のボーナスを引いたメンバーは他のメンバーからジュースを1本ずつおごってもらえる。ただしそのボーナスが化けであった場合は逆に全員にジュースをおごる。2、全員のトータル収支がプラスの場合、一番マイナスになったメンバーが全員にご飯をおごる。ただし一人当たりの収支にマイナスのメンバーがいない場合はおごりはなし。3、10万以上の出玉を獲得したメンバーはボーナスとして一人当たりの配分で1万円単位で割り切れない部分の金額をもらえる。ただし割り切れない額が1万円を超えない場合は1万円を上乗せする。4、乗り打ち開始前に幹事に一人当たり5万円を渡す。幹事はその中からメンバーに軍資金を手渡し投入金額を管理する。幹事は持ち回りとする。5、昼休憩に行くタイミングは賛成多数かつメンバーの誰かの台にリーチ目が入った時点とする。賛成が多数にならない場合は昼休憩なしのパターンもある。6、一度座った台は基本的にはやめてはならない。ただしメンバー同士で台を交換しながら打つのはあり。7、投資の回収が難しい定価交換の店では乗り打ちしない。その他にもいくつか細かいルールがあったはずだ。こういったルールを作ることで楽しく乗り打ちをしていた。さすがに俺がロンちゃん2の信頼の乗り打ちでボーナス感2000回転はめた時は相当なブーイングだったが、揉めることにはならなかった。乗り打ちで美味しかった思い出は、島に最低設定1から最高設定6までの全ての種類の設定が入るオール設定イベントだ。ただでさえ甘い機種であるグランキーコンドル、グランシエル、ネオプラネットなどのイベントでは正直座れた時点で勝ったようなものだったし、みんなして大勝ちした経験もあった。ただ当然だが、こういったイベントは競争が激しくライバルが多い。店やイベントの内容によっては前日から並ぶことが必須となることもある。またイベント内容が事前に明かされないゲリラ的イベントもあった。そのため店の傾向や噂などを知識として持っておかなければならない。これらを踏まえると、いかに情報を揃え、いつどの店のイベントを狙うか、何時頃から並ぶ必要があるかなどを周到に計画する必要があった。そんな乗り打ちグループだったが、大学卒業後就職などでメンバーが気軽に集まれなくなった時点で自然に解散となった。パチンコ業界のイベント規制も手伝って、たまに数人で一緒にパチスロを打つくらいになり、その後はそれぞれ忙しく、このメンバーで会うことすら少なくなっていった。その後長い年月が流れ、久々に学生時代の忘年会が開催されることになった年末のある日、5人の乗り打ちグループが10年以上ぶりに集結した。忘年会が始まる17時までの間、都内某所の昔懐かしの店で乗り打ちすることになったのだ。企画したのは友人の A だった。イベントなどはないが、久々の乗り打ちに皆ワクワクしながら当日を迎えるまでの間、昔話なども交え大いに盛り上がっていた。そしてついに待ちに待った当日を迎えた。10時開店を前に待ち合わせ時間の9時半には全員が揃った。おっす、久しぶり、最近みんな打ってんの？まあたまにはね。昔ほど毎日は打たなくなったかな。俺は全く打たなくなったよ。用が5年ぶりぐらい。なんだか最近の台は勝てないし、つまらないと感じてしまってさ。俺は最近になってまたよく打つようになったよ。昔の機種の復刻版が結構出てるから懐かしいし結構面白いぞ。今日一緒に打つとなっていろいろ調べてみたけど、結構懐かしい機種があるみたいだな。花火、サンダー、バーサス、D-MAX、どれも懐かしい。俺も打つのは久々だな。しかも今日は乗り打ち。乗り打ちは大学卒業以来だから、ここ数日はワクワクが止まらなかったよ。俺もシーン同じくだ。こうやってみんなで打つの懐かしい感じだな。話は尽きない。学生時代は毎日のように一緒にいた必須のスロッターのクズたちの集まりだ。じゃあパチ屋に移動するか。5人して開店前の列に並ぶ。
といっても年末でイベントもないパチンコ屋、俺らの前には数人しか並んでいなかった。ところで乗り打ちの条件は昔と同じでいいんだろ？メールした通り。もちろん。今日は幹事は俺だったな。じゃあ今日は約束通り1人3万預かるわ。昔と違って千円札に両替しなくていいから楽だな。でもいくらでも突っ込めるところが怖いけどね。開店と同時に店に入る。もともと遊戯台の候補はいくつかあって、その中で5人して並べる台に座ろうと決めていたが、何のことはない、座りたい放題だ。うわぁすげえな、本当懐かしいタイプばっかりじゃん。ゲッターとかもあるじゃん、意外と迷うな。昔とは違ってビッグ中の技術介入はほとんどないし、1回あたりの出玉も300枚そこらで少ないけど、リーチ目とかはほとんど昔と変わらないよ。花火って昔の台みたいに遅れとかあるの？もちろんあるよ、遠足推しも結構楽しいぞ。じゃあ今日は花火な。座る順番はじゃんけんで決めるか。じゃんけんの結果、 A、B、俺、C、B の順に着席。遠足みたいなノリでいつまでも会話が止まらない。そして5人は着席し、いよいよ打ち始める。1番にビッグでジュースだな。そうだよ。てかお前は昔よく朝1番に化け引いてただろ。あ、今遅れた気がする。花火では遅れはチェリーオアボーナスである。逆押ししてみよう。右上にドンちゃんを狙って。ドンちゃんが右下まで滑って止まって消灯したぞ。俺と A はこの時点で大爆笑。遅れて消灯の時点でチェリー B、 右下ドンちゃんまで滑ればチェリー B はないのでボーナス確定。バーを引き込んでるから、つまり化け確定だぞ。お前相変わらずすげえ引きだな。ここまでわずか5回転。その後、友人 D はジュースをおごりたくないから、わざと化けを揃えないが。お前揃えない間にロスしたコイン分でジュース買えるぞ。諦めてさっさと揃えろ。そしてジュース買ってこい。懐かしく夢のような時間はあっという間に過ぎ、気がつけば午後2時を回っていた。出玉状況は今一つだったが、皆乗り打ちできていることに満足で、ここまで全員合わせての投資は6万円ちょい。まとまった出玉を持っているのは俺と D だけだった。 A の台は特に深くはまり、ビッグ確率は約500分の1。この台だけで投資は3万円を超えていた。それでも当初の約束通り5人で16時頃まで遊戯を継続。最終的には A の台も少し息を吹き返し、5人のトータル出玉は2500枚強。最終合計投資額は7万5000円であったため、合計2万4000円負け。1人当たり5000円負けの計算だが、一番収支が良かった D だけが4000円負けとして、久々の乗り打ちは終了となった。久々の乗り打ち、やっぱ楽しかったな。お前が言うな、一番負けたくせに。でもまあそういうもんだからな。俺は最初にみんなにジュースを奢ったから、結果みんな同じ額の出費だな。お前が化けをもっと早く揃えてたら、もう少し損害が少なかったけどな。おいおい、そんなこと言うなよ。今日は忘年会で他のみんなもいるけど、俺たちはまた反省会だな。その言葉懐かしい。反省会やるか。じゃ、A は正座ね。それはないだろう。楽しかったからいいじゃん。お前が言うな。こうしてまた楽しく懐かしい会話で、あっという間に時間が過ぎていったのだった。この日を最後に乗り打ちはしていないが、また忘年会などをきっかけにこのバカな仲間たちと集まってワイワイやりたいものだ。本日の収支、投資7万5000円、回収5万1000円、トータルマイナス2万4000円。乗り打ちのため俺一人の収支としてはマイナス5000円。収支ばかり期待するパチスロよりもワイワイ打つことが楽しい。何より俺ってやっぱりパチスロが好きなんだなと改めて感じた一日だった。第4話までの累計収支プラス1万9000円。